はい、パンちゃん初のモフモフ、これなんだろうな、アザラシかな。何と言えばいいだろう、なんとかドーナツみたいな感じの。はい、ふみふみしたらこのまま寝るでしょう、ほっといたらね。真ん中のクッションがですね、意外とこういいクッションしていて、こうへこみが少なかったので、このところ黒犬おじさんがこう踏んでですね、鳴らしていたところです。でそんなにはなってない、まだクッション性高いんだけど、ポンちゃんが見つけて今踏み踏みを始めました。あまり刺激しないようにはしますが、このままここで寝てくれればベッドとして今後使えるようになります。面白いね、ちょっとずつちょっとずついろんなものを制覇していくんだね、ポンちゃん。でですね、ポンちゃんがここで寝るようになると、ジャン君もあ、ここ寝られるんだっていうのが分かるようです。ポンちゃんの匂い付きのものにだんだん慣れていくということ。あ、そういえばあっちはまだ使ってないね、ジャン君がね。ジャン君この間ね、と思ってちょっと誘ってみたけど入らなかった、うん、まだちょっと警戒するんだね、うん、今まだ朝の湿った状態です。これから、はい、警戒心すごく鋭いジャン君です。ただ慣れたらこっちのもんです。ねえ、ポンちゃん、眠くなってきたね、ポンちゃん。ポンちゃんいないね。やったね。だって絶対好きそうだもんね。うん、でもちょっとあの傘が高かったからだけだよね、うん、きっとね。いいね、パンちゃん、ふみふみし放題だね、それね。いっぱいふかふかだもん。でっかいグレーの猫に抱かれてる感じだね。うん、いいね。真剣です。はい、パンちゃん落ち着きました。このまま睡眠に入ります。おやすみ、こっちはおやすみ。あ、しよ、これね。はい、
ふんちゃん、はい、おやつの時間です。さっきのおやつ、おさぎです。さっきもおやつあげたんですけど、さっきはなんだっけ、フリーズドライなささみ、夕方になるちょっと前くらいにおやつあげましたが、おいしょ。なんかものすごく見てくるので、もう一回ちょっとだけおやつあげます。なんかゆっくり食べてね。さっきおいしくて食べすぎて、ジャン君もポンちゃんも一回したのでね。もう一個、もう一個食べる。これちょっと小袋だからね。もう一個だけ味の違うのあげましょうね。ちょっと待ってね。よいしょ、何色のがいいかな。よし、じゃあ緑のにしようかな。あ、赤のにしようかな。赤はこっちに来たら分かんない、味が違うんだよね。はい、じゃあ今度赤いのね。あ、ポンちゃんゆっくりだね。ゆっくり食べていいんだよ。はい、ジャン君もゆっくり食べてください。はい、どうぞ。ポンちゃんゆっくり食べてます。お利口さんね。ポンちゃん意外とゆっくりなんだよね。ジャン君、ポンちゃんより早くない？ジャン君、ポンちゃんが一袋分食べ終わる前に二袋分食べ終わらない？